はい、皆さんこんにちは、ロースウンタンです。本日はですね、カバンの中身パート2を、やっていきたいと思います。イエーイ。まず前回のはですね、仕事用のカバンの紹介をしたんですけれども、本日は、プライベート用のカバンの中身を紹介していきたいと思います。こちらポーチのバッグでございます。自分が広島に帰省した時に、あ、ボーナス入ったらなんか高いもん買いたいなと思って、広島のアウトに行ってポーチ入って、そのまま目惚れして買ったコンタクトレンズ。かなり目が悪くてですね、コンタクトなしでは生きてられないんです。なんでコンタクト落としちゃうと本当に周りが何にも見えない。あ、ルーちゃんどこ。あ、コロロね。あ、これポケット Wi-Fi ですね。サングラスです。ででん。最近暑いんで、あと日差しがすごい強いんで、もうサングラスを持ち歩いてます。モバイルだバッテリー、まあ、特にルーちゃんデートするとき、ルーちゃんもすごい携帯使うんですよ。まあ、ルーちゃん用のためにもこれ4回充電できるんで、これ持ってます。ハードいですね。キーケース、ででん。これが香水となっております。自分はすごい汗っかきなんで、もうタオルいつも持ち歩いてます。 iPad ですね。これはルーちゃんにおすすめしてもらった、コーセーの UV スプレーですね。ワックスですね。結構風で髪型が乱れることが多いんで、携帯充電器の線ですね。ルーちゃんとお揃いの折りたたみ傘、財布持ち歩いてます。ざっとこんな感じで、中身の紹介していきましたけど、まあ、仕事用と、プライベート用で違うところと言いますと、まずこの日焼け止めスプレーですね。まあ、朝シューってかけて外に出るんですけど、やっぱ汗で流れちゃうんですよね。汗で流れるとやっぱり日焼け止めの効力ってなくなるらしいんですよ。これルーちゃん情報なんですけど、すぐに日焼け止めできるように。あと、ワックス、仕事の時はもうワックスつけずに、もうメガネつけたままで仕事に行くレベルでおしゃれを出さないので、まあ休日ぐらいはおしゃれしたいなんてことで。サングラスはまあルーちゃんあんまかけてほしくないっぽいんですけど、個人的には似合ってんじゃねえかなと思って、ウェイウェイって感じで、ちょっと早く終わってしまったので、他の自分が持ってるカバンを紹介していきたいと思います。これルイ・ヴィトンのものなんですけど、これは近くに行く時とか、もう本当財布と免許証しか入れない時用のために、これいつも持ち歩いてます。これ結構中身がですね、なんかオレンジ色で可愛いなと思って、続きましてパソコンとか入れるとき用かなに、このバッグはいつも使用してます。で、結構手作業でかっこいいの欲しいなと思ってたときに、デパートに行ったときに一目惚れしてこのバッグ買いました。これ特に可愛いのがですね、中身このポール・スミスの虹色のカラフルなやつが見えてくるんですよ。これ可愛いなと思ってこれ購入しました、まあ、よく見ると茶色のものばっかりだなって。これとこれとこれ全部茶色やん。これは絶対ルーちゃんの影響だ。ルーちゃんはすごい茶色が好きなんで、自分はちょっとルーちゃんの影響を受けちゃいましたね。はい、皆さんいかがだったでしょうか。前回の仕事用のカバンの中身の紹介した時のパート2見たい見たいっていうコメントを皆さんくださって、すごい嬉しかったです。うんたん女子力高いとか書いてくれて、下でちょっとニヤニヤしながらコメント見てました。この動画でも皆さんコメントどしどし送ってください。私も見て元気は出ますんで、よろしくお願いします。いつも私たちの動画見てくれてありがとうございます。 See you next time! バイバイ。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。